いいんだな、あの子と歩みに行っても。歩みと隆が本当の兄弟じゃないってこと。バカなこと言わないでください。そんなことしたら。どういうことですか。私と隆が本当の兄弟じゃないって。だから血がつながってねえんだよ。やめてください。もうこれ以上言わないでね。お前はな、あゆみ、お前は別の腹から生まれてきたんだよ。安心しろ、父親は俺じゃねえ。いつか聞かせてもらっただろ。いよいよこの税水官も終わりかっていう時にね、お金を貸してやろうって男性が現れた。証拠が一晩お相手をするということを条件にね。そうだ、お前はな、こいつが旅館を守るために他の男に体を打った時にはらんだガキなんだよ。なんだその目は。俺が何か言ったか。事実と違うことを一つでも言ったのか。あなた、せめて歩みだけでも。お母さん。お母さんはもういないのよ。私のことももう血のつながったおばさんだと思わないで。こいつのことが可愛いか。そりゃそうだ、血がつながってんだからな。あなた、めぐりめぐってここへ来ちまったんだね。お前は
ちが本当の兄弟じゃないってこと。お姉ちゃん。何よ、掃除機に引っ張られちゃって。私たちは兄弟だよね。私の兄弟はあんただけだよね。ついたイヤリングね、結納の日につけて、それからお嫁に行くときは持っていきたいの。ママの宝物全部持ってっちゃう気？あら、ママの宝物はユリコでしょ。気をつけてね、いってらっしゃい。少しでいいの、話をさせて。心配しないでください。あんなこと聞いたからって別に私何にも変わりませんから。私は死んだお父さんとお母さんの子です。だからおばさんはゆりちゃんだけを可愛がってあげればいいんです。ゆりちゃんの結納は旅館の女将として私が責任を持って段取りします。うんと立派な結納にしてみせます。おばさんの大事な一人娘のために。会場となるお部屋をご案内いたします。ゆずるさん、そちらが終わったらゆり子の部屋にいらしてくださいね。ええ。あゆみちゃん、残念だわ、結納に列席してもらえなくて。ゆり子の大事な妹だっていうのに。ゆずるさんだって残念よね。変な話聞かしちゃってごめんなさい。いや、僕の方こそ何もしてやれなくて。大丈夫です、自分じゃ忘れてたぐらいですから。ほら、仕事のことで頭いっぱいで。あの、当日のお料理のことなんですけど。ああ、伊勢海老はやっぱり具足煮の方が良くないですか？いいよ、昨日決めた瓦焼きで。すっごく美味しいんですよ。美味しいのは分かってるけど。じゃあいいじゃないですか。じゃあいいじゃないですかって。何ですか？いや、おかみさんと打ち合わせしてるって感じじゃないなと思って。だって伊勢海老は瓦焼きにしときますね。ゆずるさんが決めたことですもんね。
ってくれたんですか。リーの問題も解決したようだしね。お嬢さんの結納もありますし。あなたも一緒に探してちょうだいよ。何を？パールのイヤリング。おかみさんがね、実家のお母さんから受け継いだ古いものなのよ。何してんね、ほら早く。ああ、そのあたりはゆり子お嬢さんの古い持ち物ばかりよ。あったわ。はい。何か用？これ。ああ、こっち持ってきて。そっちに立たないで。何か言われても聞こえないんだから。ごめん。開けて。いつかあなたに耳引きちぎられてからピアスつけらんないのよ。その上今度は兄さんの持ち出したライフルのせいで聞こえなくなるし、私の左耳って何かに取り憑かれてるのかしら。まあそれがきっかけでゆずるさんとの愛が確かめられたわけだけど、あなたはもう諦めたんでしょ、普通の女の子の幸せ。まあお嫁に行ったところで喜んでくれる親もいないんだものね。もちろん私は認めてないわよ、あなたが妹だなんて。しっかり裏方頼むわよ、おかみさん。承知しました。ゆずるさんたら本当に優しいのね。あ、そうだ、今日おっしゃってた明日お出かけになるところの電話番号伺っていいかしら。はい、どうぞ。478。はいはい、きっとまた何かご相談したいことが。大丈夫です、ゆずるさん、ちゃんと聞いてます。ゆりちゃんたら、ゆりちゃんたら、あんたが詫びればゆり子の左耳が聞こえるようになるんですか。できればゆり子はずっとゆずるさんのおそばにいたい。ゆり子との結婚が唯一の償う方法だというわけです。あんな嘘でゆずるさんのこと苦しめるなんて。はい、笹岡です。もしもし、ゆずるさん。ただいま電話に出ることができません。ご用の方は発信音の後にお名前とご用件をお願いします。
嘘つくのがいけないんだから。知らないわよ。これもらってくぜ。ダメよカズちゃん、まだ未成年でしょ。飲みたい気分なんだよ。妹が一人増えた記念にさ。好きな男姉貴に取られてさ、自分は裏方だってな。よくやるよ。お願いします。いや、ここでいいよ。どうぞ。 ありがとう。ゆずるさん、明日は大切な日なんですから、気をつけてお帰りになってください。ありがとう。じゃあ、リコさん、僕はこれで。おやすみなさい。おやすみなさい。どうして今言わなかったの？面白がってるわけ？いつバラされるかって私がビクビクしてるの？それとも結納の最中にゆずるさんやゆずるさんのお父様やお母様の前で発表してやろうって魂胆？何のこと言ってるの？幸せすぎておかしくなっちゃったんじゃないの？いよいよ明日結納だね。見てて、私この旅館の女将として見事に仕切って見せちゃうから。おばさんともそう約束したから。悔しくないの？あなただってママの娘でしょ。あたしのお母さんは死んだお母さんだけだよ。マナガツオの西京焼きなんですけど、おめでたいお席ですし、扇の形のした小皿に盛り付けたらどうでしょう？最初からそのつもりだよ。そうですよね。お疲れ様でした。あ、ちょっと待ってなさい。あなたね、西京焼きがどういうものか分かってるの？はい、西京味噌っていう甘みのある白味噌に明日よろしくお願いします。カズちゃん、
で？仕事探しに行った温泉旅館に入国管理官が来たんです。入管です、ご同行願います。人の彼女何すんだよ、ふざけんなよ。せっかく新婚旅行してんだからケチつけんじゃねえ。カズちゃんが居場所のないやつはさ、どこをどうふらついても同じだぜ。それを思い知ったよ今回の旅はさ。一郎は国に帰ろうかとも思いました。でも同じです、家族を食べさせてあげられないなら国に帰っても居場所ありません。リーさんごめんなさい。リーさん、私あの時リーさんを警察に、ごめんなさい。あゆみが悪いんじゃありません。するつもりなの？これから。まあ、なんとかなるでしょう。本日はお日柄もよろしく、誠におめでとうございます。本来ならば私どもがご両家にご有能の品を持ってまいるところでございますが、勝手ながら本日ここでご有能の品の取り次ぎをさせていただきます。仲人さんの挨拶が終わりましたと調理場に伝えてください。はい、笹岡様よりのご有能でございます。幾久しくお納めください。ありがとうございます。幾久しくお受けいたします。お母様よりのご結納でございます。幾久しくお納めください。何か？あ、いえ、幾久しくお納めください。あ、スルメがない。どういうことだ？そちらの結納品のスルメ、包みだけあって中身がないぞ。スルメはどうしてもなきゃいけないなんていうもんでも。何を言うんです？うちはちゃんと9品目揃えてある。実際ここにないじゃないか。ゆうべはちゃんとあったんだ。うちをバカにしてるのか？あなた、まったく、いくら金に困ったからといって娘の結納品をケチるとは。誰がそんなことをしますか？あの新しい女将のお姉ちゃんに言っていっそ売っちまったらどうだ。このオンボロ旅館を、いい不動産屋を紹介してやるぞ。俺が食ったんだよ。和幸、ゆうべさ、酒のつまみ。酒のつまみってお前、確かお兄様はまだ19歳じゃございませんでした？なんだ、なんかお歳暮の余りかなんかだと思ったよ。大ちゃん、あの結納って何するか知らなかったし。まさかスルメの交換とはね。ゆずるはこんなバカな弟になるのか。和幸、お前というやつはどこまで行き足さらせば気がするのか。やめてください、結納の席ですよ。お前みたいなやつはな。はあ、お前みたいなやつはなんで生まれてこなきゃよかったっていうのか。俺をこの世に産んだのは父さんと母さんじゃねえのかよ。教えてくれ、俺は何のためにこの家に生まれてきたんだよ。いい加減にしなさい。黙って聞いてれば
大の大人がつまんないことでギャー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 と。いいじゃない、スルメの一枚ぐらいなくなったって。大義士のつもり、そんな細かいことにイチャモンつけて恥ずかしくないの？おじさんもスルメはあったスルメはあったって子供みたいに騒いでお式をめちゃくちゃにして、何のための言うの？ゆりちゃんの幸せのためでしょ。カズちゃん情けなくないの？何のために俺はこの家に生まれてきたのって、そんなこと人に聞いてどうすんのよ。生まれてくる子供はみんな家も親も選べないわよ。その選べないもの受け入れるのが最初の一歩でしょ。受け入れてそこでどうやって自分の居場所を見つけるか、自分の頭で考えて行動するのが大人ってもんでしょ。子供が寄ってたかってこの税水館が取り仕切ってる結納の式を嗅ぎ乱さないで。税水館は私の旅館です。分かったんですか？分かったんですかって聞いてるんですよ。どうもご苦労様でした。お手数おかけしました。どうも申し訳ございませんでした。まあ次やるときは気をつけたわ。あなた失礼いたします。どうも。それではお車の子上の方にお願いします。どうもありがとう。先に行っててください。ありがとう。ありがとう。幸せに。何のこと言ってる？何のこと？何のこと言ってるの？ゆりちゃん。素晴らしかったって結納の席で評判でした。あっそうよかった。あゆみ、はい、あすいません、ちょっとこれ舐めてごらんなさい。はい。どんな味がする？甘いような、でもちょっと辛いような。これが最強味噌です。いくら本で勉強したってその味はわからないでしょ。食べて覚えるしかないんです。はい、ありがとうございました。なんだ、わざわざ味を教えたんですか？
おい、ちょっと来い。一回結納しきったぐらいで調子に乗ってんじゃないだろうな。無駄な抵抗やめてさっさと打ちまったらどうだ。こんな旅館何言い出すんですか。いまいましいんだよ、お前がこの旅館のために必死になってる姿が。話ってそれだけですか。私結納の後片付けがまだ残っていますので。一人前のこと言ってんじゃねえ。間違いでこの世にいる人間が。あなたいくらなんでも。そうだろうが。それとも何か、お前は自分のしたことが正しかったとでも言うのか。他の男に体開いて金借りて、その金で旅館守って、それが間違いじゃなかったとでも言うのか。あなたが行かせたんじゃありませんか。私はあの男の部屋へ。お前一人が犠牲になれば旅館が潰れずに済むんだぞって、そう言ったのあなたじゃないですか。ああそうだ、そう言ったのは俺だ。だ、決めたのはお前だ。なぜあの部屋へ行った。なぜあの部屋から逃げてこなかった。翔子さんのおはようございますが一番心がこもってると思うんだ。翔子さんならきっとこの旅館の看板女将になれる。だから僕と結婚してください。こんなガキ産み上がって息してる姿、歩いて走って飯食ってる姿、俺に見せんじゃねえよ。だからこの子預けたんじゃないですか。子供ができなかった兄夫婦に。誰も苦しめたくなかったから、私一人が苦しめばいいって。我が子と離れて生きていく苦しみに私一人が耐えればいい、一生耐えていけばいいって。苦しみを私一人だけに与えてください。歩みに対して憎しみが募った時には私を殴ってください。お願いします。そんなことしたってな、そんなことしたって俺は終われねえんだよ。
なたが苦しむだけだと分かっていながら、結局私は自分のエゴであなたをここに連れてきてしまった。本当にごめんなさい。私これでいいんだと思います。巡り巡って私はここに来たんです。ここが私の居場所なんです。何もやり直しまでしなくても。スルメっていうのはね、いつまでも幸せな女性でいられますようにってお祈りするための結納品なのよ。それがないまま終わっちゃうなんて、ゆり子絶対に嫌。おかみさんとして最後まで責任持ってやってもらいたいの、あゆみちゃんに。あゆみちゃんにも祈ってもらいたいの。ゆり子とゆずるさんの幸せを心から。ゆり子お嬢様。なーに、今結納の続きをしてるのよ。今ゆり子さん左耳で。いいえ、分かったかしら。大丈夫ですよ。お待たせしました。では結納を続けさせていただきます。ゆり子さん。なあにゆずるさん。聞こえてるんですね、左耳。言ったのね。私の前じゃとぼけといて結局告げ口したのね。ゆりちゃん、やっぱりそういう根性の持ち主なのね、あんたは。彼女は告げ口なんかしてない。君の嘘を隠し通そうとしたんだ。君のつまらない嘘を隠し通して君の幸せのために一生懸命結納を仕切ってくれたんだ。頼んだ覚えないわよ。嘘だって突き続ければ本当になるわ。ゆり子が聞こえないって言い続けてる限り、ゆずるさんはゆり子から逃れられないのよ。そうしなきゃゆずるさんのお父様の立場は。知ったことが。そんなものよりもっと大切にしなきゃならないものが僕にはあるんだ。最初から君にも父にもそう言うべきだった。ゆり子より笹岡のお父様より大切なものですって。一体何よ。言ってごらんなさいよ。
あゆみさんだ。だから君とは君とは結婚しない。ダメ。そう、ダメよゆずるさん。ああそう、ゆりちゃん、ふざけんじゃないわよこの友情男。ゆりちゃん、すぐに追いかけて。あんなのゆりちゃんの本心じゃないの。本心じゃないんだから。あんなこと言ってごめんって謝って結婚しようって言ってあげて。おかしいと思ったんだ、こんなもののためだけにやり直しなんて。え、振られたのは僕の方だ。自分からあんなこと。済んだことをガタガタ言ってんじゃないわよ。これから東京に行って逆ナンしようと思ってるんですけど、ついてきてもらえません？何よ、あんたその年で彼氏一人もいないの。情けないわね。私なんか17で婚約解消してんのよ。何度も何度も自分に言い聞かせて諦めたんだから、今さらそんな。今さらなんて、今さらなんて始まる前に言うのはおかしいよ。